Неважно. はい、皆さんお待たせしました。今日もクリスマスサンタコスライブでございます。ちょっとクリスマスソングでもつけますか。はい、そんな予定はなかったけど、今日も引き続きクリスマスですね。でも私は今日結局なんか全然家から出かけてないから、もうライブしようかなみたいな。はい、皆さんメリークリスマスって感じ。 This yellow あ、僕じゃあ今日のゲスト誰ですか。そう、今日のゲストは皆さんとてもなんていう、こういうドラムの音、誰なのか、登場みたいな、ちょっとサウンドエフェクトが欲しいね。なんか登場ってなんていう、英語でなんていう、登場、なんかですごい人物が登場する時の音。登場ってなんていう英語で、わからん。すごい人物登場、ドラムみたいな、なんかツーみたいな。これは違うか。違うね。なんか登場。はい。あ、じゃあどうぞ登場してください。はい。ドラムロール。ジュリちゃんが来てくれました。イエーイ。来ました。おお、ありがとう。一緒に来てくれた。やった。いや、一人じゃない。そう、クリボッチじゃないよ。一緒に来てくれたよ。嬉しい。泣いちゃう。ありがとうね、来てくれて。うん、ちょっと仕事帰りで。仕事帰り。疲れてるけど。そうそうそう、ケーキまで持ってきてくれて、食べちゃったんだけど、そう、ちょっとライブまで我慢できなくて食べちゃったけど、なんか、もう、そう。二人でライブでもしようかなと思って、クリボッチなんで、はい。二人とも。皆さん。サンタめちゃくちゃ合ってる、ありがとうございます。ナースっぽい。なえナースっぽい。ちょうどクリニックで働いてるから、ちょうどいいかも。すごい、ナースじゃないけど、ナースじゃないけど、確かに。食べたんかい。食べました。疲れ、全然見えない。ご苦労様です。もう目が悪くて。誕生日プレゼントが、あ、そう、この子が明日誕生日なんですよ、実は。そうなの。そう。だからね、そう、明日どっか一人で日帰りで旅行行ってきたいって言ってたから、うん、一人でその東京から日帰りで行けるおすすめの旅行先をちょっとみんなに聞こうと思って、うん、さっきからちょっと二人でいろいろ考えたけど、全然わからない。全然決まってない。そう。そう。お誕生日おめでとうございますって。もうあと2時間ぐらいね。本当だ。お誕生日おめでとうございますって感じ。21？ そう、21になる。若い若い。いい彼氏できるといいね。鎌倉。もう鎌倉いいと思う。ね。400人突破しました。ありがとうございます。早い。昨日も500人ぐらいだったけど、鎌倉良さそう。若い。誕生日もやってございます。同い年だ。鎌倉いいよ。江ノ島。そう、鎌倉江ノ島よりもちょっと遠く行きたい。そうね。なんか鎌倉と江ノ島、もうめっちゃ行ってたから、昔。そうだね。なんかもう慣れてきて、うん、もっとスペシャルなところに行きたい。特別な、うん、なんかこう、初めて。行ったことない場所。行ったことない場所に行きたいかも。うん、でも全然。パワースポットとか？パワースポットとか。うん、そうね。熱海、先々週行ってた。そう、熱海いいよ。やっぱり熱海。私が熱海おすすめって。ずっと熱海って言ってるんだけど。うん、なんか温泉とかもさ、ね、箱根。いいかもね。
箱根もいいけど、でもちょっと寒いかな、やっぱりちょっと。帽子が変。ちょっと。帽子これ。あ、これとかいいんじゃない？エルフ。エルフ。ちょっともう。まあ、全然お好きにどうぞって感じ。ちょっと髪型がね。お団子。合わない、この帽子に。まあ、いいんじゃない？いいんじゃない？まあいいや。ニシーズ。ニシーズ？でもニシーズって車とかないと。結構遠くないですか？結構遠いね。なんか、日帰りだとね。あ、東伊豆なら行ける。うん。ニシーズはちょっと車ないと不便。ね、あ、朝から行かないと。ドイツ村。行ったことない。どこのドイツ村？なんかいろんなとこにある。あ、千葉じゃなかったっけ？いろんなとこにある気がする。スペイン村とかドイツ村とかどこだろう、調べてみれば。ね、ドイツ村ってあれじゃない？どこのドイツ村かな。私も行ったことないから。福島とかにもなんかあった。え、知らなかった。ドイツ村。福島、千葉県。千葉県。うん。聞いたことある。聞いたことある。イルミネーションが綺麗なんだよね、ドイツ村って。本当だ。めっちゃキラキラだね。ドイツ感が。そう、確かにドイツ感はちょっとあんまりないけど。うん、ね、なんかロシアっぽくない？逆に。ああ、なんか。色とりどり。なんかちょっとロシアっぽいかも。確かに。でもね、日帰りで行ける。千葉木更津。ね、うん、あ、長野のワサ、ワカサギ釣り。長野。全然見えないんだけど。いや、私いいよ、読んで。私読み上げるから。あ、新幹線で長野市へ善光寺とか。参り、善光寺。調子。こんばんは。すごい、450人。すごいね。昨日より人多いかな。昨日500人ちょっとだったかな、最後。まあ、クリスマスだから。多分多いんじゃない？わかんない。みんな何してる？でもみんな仕事かな？まあ、普通に平日だから、多分普通の人は仕事？新潟のロシア村潰れました。なんか昔あったらしいね。知ってた？知らなかった。多分検索してみれば出てくる。なんかその廃墟を、誰かが。嘘。そうそうそう。なんかちょっと、たぶん、時、огромный матрёхи聞いた。もしpoguglit。え、どこどこ？新潟？新潟でロシア村。もう今はないけど。嘘。うん。ほら。写真で。え、あれで潰れたの？戦争で？いや、全然もっと前から。逆に潰れた方がさ、リアル感出てない。え、これ残ってるっていうこと？そのまま。わかんない。どうなんだろう。え、めっちゃロシアっぽくない？これ。うん。ぽいね。すごく、あ、見えるかな？みんな知ってるかな？そう。廃墟になってる。すごい。めっちゃロシアっぽい。うん、なんかね。そこ行く？行きたいかも。廃墟。でも、ね。なんかすごくない？はい。で、ロシア村というか、なんだっけ？教会。教会、うん。そうだね。鬼怒川温泉とか？鬼怒川温泉この前行ってたね。あれ、あの水着で行くところ？あ、いや、あれは撮影のために水着、あのそういうことか。許可いただいたけど。そういうことか。そう。普段は別に水着じゃない。へえ。そうなんだ。でも鬼怒川温泉行くならなんか日光とか観光するの。日光行ったことある？ないかも。日光いいよ。日光と勝負とか、その、なんか、中禅寺湖とか、その辺も多分温泉とかもあるはず。日光とかもいいよ。そう、この湖があったり。この、世界遺産かな、確か。滝が？違う、この。あ、これ？違う。何？神社。都勝宮ね。めっちゃ綺麗。へえ。私も最近行ってない。結構行ったの前。シスリバ・ワルジェストワ。
こんばんは、シスリオブルジスパ。ニコモンさん。あ、常磐ハワイアンセンター。ハワイアンズ。何それ。え、知らない？ハワイアンズ。え？ハワイアンズで調べてみれば。なんかめっちゃ面白いけど、福島の方。うん、ハワイアンズ。うん、今ならスキー？スキー、私できないかも、無理。ちょっと難しい、ね。スノボーも やったことない。え？なんかリゾート。アクアパーク？ノッチパー？え？アクアパーク。もうたぶん、ガワイスコンスティール、ちょっとこい。12月でこれ行く？いや、だからその室内、室内ね。室内もある。風邪ひかないかな、室内でも。いや、室内はあったかいでしょ。あったかいか。うん。でも、外はないね、夏だったら行きたい。そうだね、夏だったら。夏になったら行きま、行く？行こう。行きたい、行きたい。行こう。行ってみたい。ね。諏訪も温泉おすすめ。もしかしたら年女？年女？私？違うよね。どういう意味？間に合ったラッキー。室内で冬でも南国状態ですよ、だって。そうなんだ。зимними праздниками。Спасибо, вас тоже。えっとじゃないね。だって21歳だから。じゃない。日光いいね、でも遠くない。日光、でも特急とかで行けば、まあそんなに全然日帰り行ける。全然行ける。でもいいね。いいよ。海はないけど、でも湖とかあるからね、いいかもね。滝とか。でも今は冬だからね、これは。確かに。うん、写真が全部、そう、写真が夏の写真だから、うん、行きたいって思って行ったら全然違う、全然景色とかに違う、寒いし、なったらね、そうだから、なんか伊豆とかがいいと思う、私個人的に。熱海とか伊豆の方ちょっと暖かいかな。でも分かるかも、私も好き、普通に。うん、伊豆いいね。うん、あそこなんか行きたかった、なんかなんていう場所。あ、音楽ずれちゃった。なんていう場所だったかな。伊豆のなんか、伊豆の、前なんか行こうとしたけど行けなかった。あ、ふと、なんだっけ、城ヶ崎海岸とか。行ったことある。ある。3回もある。いいな。めっちゃある。城ヶ崎海岸。うん、日光は今激寒いだって。寒さに強い。まあ服が暖かければなんとかいけるという感じかな。そうだね、一日だけ、ちゃんとこうね、靴下も何枚か重ねて。ちなみに私なんかあまりちゃんと紹介してないけど、皆さんこの方は誰なのか分かりますか？分かんないんじゃない？皆さん分かりますか？分かんないんじゃない？ちょっと当ててみてください。まあ、今まで動画出てたけど、ちゃんと紹介してなかった。ごめん。なんか急に。みんなわかりますか？この子。何者？アシェ、いつも。サリアさん。違う。いつもいろんな人といるからね。もう毎日いろんな新しい女の子とね、動画とか撮ったりさ、もうわからなくなっちゃうよね、普通に。私ね、フォロワーだったらもうわかんない。いろんな人いすぎて。でもジュリちゃん一番好きだよ。何言ってんの。いや絶対嘘。サリア、エレナ、ナターシャ。ごめん、みんな分かってないね。ごめん、わしの嫁分からない。ごめん、すみません、なんか申し訳ないね。小野美由紀さん。誰ハーフですね。あ、すごい、そう、ハーフ、ハーフと日本とロシアのハーフの
ジュリア。仕事帰りでなんか化粧がめっちゃ崩れてて、いやでも大丈夫大丈夫、あのこれ画質あんま良くないから、ウェブカメラだからそんな画質良くないからわかんない。なんかちょっと、ピチピチの形でしょ。いや若い、肌のツヤがやっぱり。そう、ジュリアねえ、あんた何ジュリアのめっちゃさ輝いててさもう輝いてるかな私。輝いてる。ね、見てこのね、肌の。さっきメイクしたばっかだから。まだ崩れてない。ブラザーじゃない。ジュリア。ジュリアですね。うん、ジュリアです。ユリアじゃなくて、ジュリア。うん、そうそうそう。ジュリちゃん。オーマイ・ジュリア。オーマイ・ジュリア。なんとも答えられない。じゃあ私はロミオ。あ、うん、よろしくね。面白い。日本生まれ、そう、青森生まれ。そう、一応、うん、そうなの。東北美人。ロシア美人。どうかな。ロシアと日本のハーフ、そう、なんか最近めっちゃロシアと日本のハーフの友達が増えてめっちゃ嬉しい。そう、なんか両方だからめっちゃ親近感が湧く。勝手にハーフの中に混じって、私もハーフかなって。青森な、そう、青森方言強いですか。いや全然東京育ち。そうね、東京とロシア、うん、うん、行き来して生まれは青森なんだけど、でもほぼ住んでないから全然、なんだっけ、津軽弁とか全然喋れない。うんうんうん普通の。わんこそば何杯食べたことある？食べたことある？わんこそば。え、ないかも。岩手の？ないかも。そっか。二人サンタ素敵。そう、サンタ。スニーボールチキン。わんこそば、何それ？岩手？あ、ちょ、そばアレルギーなんだよね。あ、そっか、そう。そばアレルギー。なんかロシアなのにね。うん、なんか、すごく不思議。そう、ロシア人だってそば食べるでしょ。めっちゃ食べるよね、うん、ロシアでは。しかも麺じゃなくて、なんていうの、あれ、あ、そう、み、ま、そうそうそう、そばの実、うん、食べる、を食べてるからみんな、うん、600人、ありがとうございます。すごい、600人も。そう、グリーチカね。え、なんか600人なのに高評価まだ175だから、ぜひ皆さん高評価お願いします。ご評価押してください。ありがとうございます。そう、ジュリちゃんはね、ジュリちゃんについて話なんかする。いやジュリちゃん、でも今日はね、もう一緒にいられて、いや、一昨日も一緒にいたけどね。まあね、うん、うん、最近よく仲良くさせてもらって、今日うちに来て、いろんなもの食べられた。パン3個ぐらいロールみたいな入ってたけど、そう、全部気がついてたらなくなってたし、ね、クラッカーなんだっけ、クラッカー食べて、チョコの、チョコ、トロバチキューチョコロール食べて、ソーセージ食べて、ソーセージ、とにかくいっぱいいろいろ食べました。食べられなさい。いや大丈夫大丈夫。パンはちょっと残してほしかったけど、1個ぐらい。まあでもいいよ。嘘。いや、言ったよ。逆に今日賞味期限だから、早めに食べなきゃって言ってたから、いや全部食べちゃったんだけど、いや、大丈夫。ダメだったのかな。いや、大丈夫。ごめんなさい。大丈夫。負けだったさ。メリークリスマス。ところで2人ともご飯食べた。まだだったら、今夜は、リアルタイムでウーバーチキン頼んでピザもいいかも。バケラットさん、こちらありがとうございます。いや、でも食べましたね、さっき食べたので、うん、大丈夫です。ありがとうございます。何か美味しいもの買います、この後。でもそう、結構ハーブスのケーキだから、うんうんうん、めっちゃでかい、一個でかい、カスタードイチゴみたいな。そう、ハーブスね、すごい美味しかったね。もうなんかもう、なんか食べてもうね、そう、めっちゃお腹いっぱいになる。え、でもチキン食べたかった。私ケンタッキー食べたかった。まあ明日食べれば。え、なんか今日いっぱい、昨日今日ケンタッキーずっと食べてた。そう仕事でみんな食べてて、うん、私も食べました、うん、いいなぁ、おごってくれた。
いいね。黒木メイサ？え、似てる？え？黒木メイサってコメント来たけど。ロシア語話しますか？ちょっと待ってください。あの、お茶持ってきたい。ちょっと喉乾いたので、ちょっと待ってね。ちょっと私、大アピール。大アピール。あ、うん。あ、тебе чай? Да ладно, нормально. Не обязательно. Но если захочешь. 今日も長野ですね。上野発の夜行列車、夜行列車。でももう今から間に合わないね。目ちょっと黒木メイサっぽいだって。全然最近離婚したんだって。知らないんだけど。知らない？検索して。検索、検索。うん、連日続けてケーキ、そう、やばい。連日続けてケーキ食べてます。この人？おい。うん、そうそうそう。あまあ、うん、わかるかも。微妙に似てるかも。なんかちょっと、確かに。あるね。なんかあるかもね。そういうメイクしたら。誰かさ、芸能人に似てるとか言われない？いや、あまり言われないかも。初詣はどこへ？ジュリーちゃん、肌綺麗ですね、だって。うそー。ほんとほんと。私、逆に最近、肌色が良くなくて、ちょっと気にしてるんですけど。え、小野美由紀も検索して、小野美由紀。私もわかんない。わかんない。日本人の芸能人さん、全然私知らないんだよね。小野美由紀。あ、美由紀？小野美由紀。うん。あ、若い時の昔の人かな。まあまあまあ、なん微妙に、微妙に。ちょっぴりね。ロシアのクリスマス何をよく食べるんですか？でもさ、私マジでロシアのクリスマス祝ったことないから。なんかロシアではクリスマスって、なんか宗教の、うん、なんていうかね、儀式みたいな感じだから、うん、祝うのはお正月だよね、うん、みんな。ロシア人はお正月だけ祝って、お正月めっちゃ祝う。で、クリスマスはまあそんなにっていう感じかな。そんなに。教会に行く人は、なんか教会に行くかなぐらいで。なんか、信じてる人とか。だって日本人とかもね、キリスト教とかあんまり気にしないもんね。全然そういうこと考えなくて、ただ、なんか雰囲気が良くて、クリスマスっていう感じだけど、ロシアでは、なんか、また違う。別宗教みたいな。そう、そう。教会に行って、ね、また。Еще есть колядки, типа, колядки. Святки, колядки. Ну, 説明しにくいね、それは。難しい。わかんない。まもなく CM が入りますね。一部の人たちは。入った人はラッキーですね。青いサンタクロースじゃない。そう、ロシアはお正月に青いサンタクロースっていうか、ジェットマロース、そうね。で、なんていう、デッド、もうミス、なんていうか、ファーベフロスっていう、そう、寒さおじいさん。寒さを、うん、寒さおじいさん。いや、私、おじいさんとおじいさんのいつも違う。あと、おばあさんとおばあさん。すごい、むずくない？いや、むずくないと思う。ごめんね。むずくないと思う。今日さ、漢字見せたの読めなかったよね。あ、うん、普通に読めないとき。でも、おばあさんとおばさんの違いが分かる。まあ、分かる。いや、私も分かるけど。私ね、多分、勉強不足で、漢字とかは確かに読めないときあるんだけど、でもなんか、なんというかね。え、おばさんはちょちゃ。うん。おばあさんはバブシカ。うん。オッケーオッケー。なんか、おばあ、おばあってなると、もうすぐなんかこう、年取ってるおばあちゃん。イメージだから、なんか、おばあってなるともう間違えない。おばあ、あと、おじいさん。おじいさん、おじいさん。なんか長くなると、もうなんか、ああ。おじいちゃん。
でもさ、あと王子さんとかいるよね。いるね。王子さん、王子さん、おじいさん、またおじいちゃん。難しい。日本語難しいね。うん、シェームなかった。あら。ファーコートを着たニシン食べますか。何それ。Не поняла. Нет. Селёдка под шубой. そういうことね。日本語にすると、毛皮をまとった。私アレルギーなんだよね。食べれないの。ニシン、うん、ニシンアレルギー。うん、食べれない。大変だから食べない。魚アレルギー。魚ニシン？そう、あのなんかマグロ、あマグロも食べ。マグロを食べれるか、うん、たまに食べれない魚があって、でもあるんだ。そう、たまに青魚が食べれないから。なるほどね。そっか、バブしか知ってるけど、おじいさんなんていう、ジェドしか、うん、うん、そう、サバ、そう、サバアレルギー。それはなんか言いたいけど、なんとも言えないね。ロシアで凝った魚削って食べる。ああ、なんかあのストロガニーナ、или как это называется、ウィコチ、知らない。光物がダメなんですね。何の光物？え、青海魚ってことじゃないかな。サバ煮物とか絶対ダメだ。ボルシチ食べるよ。ボルシチ、なんかクリスマスっぽいね、ボルシチ。考えたら。そうかもね。うん、作りた。私、この間、セブンイレブンで見た。はい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 、買ってないけど、はい、でも、うん、多分味違うかも。味違う。うん、多分違うと思うけど。友達が食レポしてた。普通に美味しいとは言ってたけど。うんうん、でも、また違う。うん、じゃあ、ジュリちゃんの旅行先、ちょっと今話題ずれちゃったけど。旅行先、うん、旅行先を。いやー、わからない。日光はいいけど、冬で検索すれば、日光の冬。逆になんか、もしかしたら雪あったら、まあいいんじゃない。日光で冬で。ね、私ちょっと、懐かしいかも、雪。うん。うん、雪見たい。冬で。冬。どうしよう、北海道とか行こっかな。日帰り。いや、明日じゃなくて、また1月とかになったら。でもいいんじゃない。いや、でも今こんなに降ってるかどうかは、まあ降ってたら。え、誰か日光の人いる？日光ってそんなに雪降るんだ。うん、だから降るときは降る。で、今はめっちゃ降ってるかどうかは分かんない。すごい、普通に綺麗。そう、りゅうちゃんがカップルでボルシチの動画、そうそう。カップのボルシチ。何これ、キャンドル。奥日光は雪景色ですよ。なんかキャンドルがいっぱいあるところもある ね、あるね。日光行こっかな。うん、でも今雪が、奥日光、奥日光ならあるんだって。奥日光ってどっちが奥日光？わからない。あ、やばい。アラームが鳴った。 What? типа, можешь уходить? Нет!Мне напоминание, что все, на боковую пора. На боковую? Что-то маты. なんかインスタ、私たまにね、そういう時にはインスタで検索して、うん、最近行った人のストーリーとか、そうそうそう、ストーリーとかね。写真見る。でも、今どういう感じかちょっと。あとツイッターとかもいいかも。あ、ツイッター私やってないんだよね。私もやってないけど。に個。に風邪ひかないかな、大丈夫かな。いや、それはちゃんと服着てね。ね。帽子とかちゃんと着てね。お腹とか。帽子して、全然。帽子ないの？ないの。私、これで、ちょっとね。いや、ちょっと、うん。いつもこう。あ、じゃあこの帽子を今日持って帰っていいから。いつもこういう感じにしています。ロシア語。修繕事項。え、あったの？あるけど、でも今雪はないかな。雪は
なんかストーリーあるかな、この場所のストーリー。ね。ね、全然こっちの方があったかいと思うんだけど、帽子より。ここが全部カバーしているから、かわいいかわいい、風とか引いてももう耳とか、ね、ちゃんと。すごい見て。え？ケゴン、タキ。すごい。リツカールト。まあ、ここはね。まあでも、すごい。ニッコとショウ。まあ今、雪はないけど。まあ、タキは。あ、サルもいるね。野生のサルとか。ストール姿かわいいだって。まあこれはなんかめっちゃ高級なホテルって感じだけど、まあうん、タキはまあまあねえ、箱根駅伝ロシア娘になったハーフスカーフ。あとさ、あのロシアっぽいあのシャルフィック、あったか、自分にあった子は持ってない、あのロシアの、あーないかも、私持ってる。嘘、めっちゃある。ちょっと後で、後で、うん、今探して、ちょっとだから閉まってるから最近使ってなくて。メリークリー、メリークリスマス。沖縄は今20度。沖縄ね、沖縄行ったことないんだよね私。私もない、全然ない。暑いとこは苦手だから、行くならなんか冬とかの方がいい。そうなんだ。ロシアはメートルみたいなイメージ。ロシアさん、新潟もいいですよ。新潟ね、一回しか行ってない。ロシア帽子かっこいい。あ、そう、なんかめっちゃふわふわのさ、大きな帽子欲しいなと思って、ねね、スラビックコールみたいな。パプロブイマパプロブイ、今流行ってるあの曲。え、あの曲でなんか TikTok 撮りたいね、うん、TikTok っていうか。日本では流行ってるかな、アメリカでは流行ってるけど、やってる人いる、いる？うん。誰か知っていますか？パプロブ、もわー、もわー、パプロブ、ジャガ、ジャガ、パプロブ、うーん、えーと、なだ、なだ。昔、子供の時に流行って、子供っていうか、まあ、ティーネイジャーの時に流行ってた曲だから。いや、もっと前じゃない？いや、結構前。うん、もう。クラスネピース。多分、私が生まれてなかった時に流行ってた曲っていう感じ。ね、うん、そうそう。マイナーだけど富山、魚おいしいよ。わからんです。スキー場の雪遊び、スキーは乗れないらしくて。まあ、うん、お尻で滑るかなぐらい。あ、ロシアではあれ使うね。なんか、リジャンケン。なんか、なんか、ソリーみたいな。なんて言えばいいのかな、うん、あれ。ね、なんか乗って、うん、滑るっていう。うん、滑る滑る。冬のハイジーの服みたい。ソリ乗って犬ぞり。あ、犬ぞり楽しそう。福井に来たことある？福井はないね、なかなか遠い。21歳ってこと、2002年生まれか。うんうん、計算うまいですね。ロシアでモスクワ以外のおすすめ観光地どこですか？地元どこ、ロシアの地元。いや、地元って、いやでも私サマーラには、まあ、住んでたけど、でもモスクワの方が全然長かったから、うん、サンクテルブルクね、カザン、猫ソリ。初詣鎌倉に来てください。行きたいね。それ、青森来てくれてありがとう。初詣どうしようね。私、全然。でも、なんか最初の日は行かない方がいいな。混んでるから。ああ、まあね。3日とか以降ぐらい行きたい。うん、そうかも。そうした方がいいかも。なんか鎌倉いいかも。っていうか、私ずっとこの格好で。寒い？いや、全然。サンタの帽子ね。サンタの帽子。ああ、てかちょっと髪の毛下ろす。うん、そうだ、疲れた。今日ずっと、ね、ずっとこのままだから今日。なんかね、私今面接に行くような格好していて、うん、ね、髪の毛もね、こうなってて、うん、就活みたい。そう、ちょっともっとリラックス
ていうか、うん、リラックスしましょう。リラックスしましょう。クリスマスだから。初詣、初日の出、千葉の銚子。ね、遠吠え岬みたいなあるよね。犬が吠えるみたいな地名。犬いたら怖いけどね。